ごい不安定。こんにちは、 AKB48 チームエイト富山県代表のハルピョンこと橋本春奈です。ということで本日も配信をしていこうと思うんですけれども、気づいたら8万ポイントも貯まってる七夕、ありがとうございます。皆さん短冊をぜひ橋本に。ちょっとこの時間しかもしかしたらできないかもしれなくて、あ、やばいやばい、ちょっとすいませんね、ちょっと三脚が不安定すぎる。事務所にある三脚をお借りして使っているので文句は言えない自分で持ってこいって言われるから。ということで、ね、時間が取れてよかった、うん、ちょっと羽ピンつけてるけどメイク配信ではないので、あのメイク配信なら見ないんですけどっていう人も、あのただ前髪が死んでるだけなの私今。そう、前髪がちょっと汗でこうなっちゃってて、ちょっとアイロンも何もしてないし、ちょっとあれなんで羽ピンつけてるだけなんで、あの、はい、無視してみてください。雫の練習中ではないです。雫も練習、なんかそのどうしようかなと思ったんですけど、もちろん動画はね毎日見て、雫も練習でせっかく事務所に来たから、そう雫練習しようかなと思ったんですけど、レッスン場があの使っていて、そう別のレッスンで使っていて、ちょっと使用できないので、そうです。もともと配信はこの時間にするか、まあちょっと夜ができるかわからないからこの時間かなって思ってたのでいいんですけど、全然。あ、本日のドリンクはですね、こちらドトールさんのなんかメロンなんちゃらみたいな、ちょっといいちょっとお値段もちゃんとちょっとお高めのドリンクにして、自分頑張ろうっていう気持ちを込めました。はい、とっても美味しいです。スタバのメロン1回しか飲めなくて、そう悲しい。そうなんですよ、なんかもうちょっと飲みたかったんですけど気づいたら終わっちゃってました。ひらがなキャスターさん短冊ありがとうございます。なので今日はドトールさんです。涼しい空間で冷たいもの飲むと寒くなりますね、はい、
ドル明け、レイちゃまの初日です。大丈夫かな。なんか今日のリハ映像ですって送られてきた映像がそのチーム B のグループ LINE にあったんですけどちょっと不安だった、私は見ててだから大丈夫かなっていう、そう結構心配な。私は配信に集中したいと思います。ちょっと唇の色だけ足しときますね。なんかこれは最近買ったリップです。肘ぶつけた。こちら、あ、全然見えない。あとは今日この配信が終わった後に食べる予定のお昼ご飯、タンパク質が取れる蒸し鶏のパスタサラダ。え、ハルピョン、そんななんか、まあ、ヘルシーなんかヘルシーじゃないんかよくわからんだってパスタサラダって炭水化物がすごいですからね、カロリーすごいですからなんか、え、そんななんかヘルシーなんかヘルシーじゃないのかよくわかんないものを食べるのって思うと思うんですけど、あの今日までのなんかサラダパスタサラダ30円クーポンを持ってて、私それをちょっと使うために今日はこれを買いました。ま、気にした方が負けなんで、私は美味しいものを好きな時に食べるっていう、てかこれしかなかったの本当が。私が一番好きなのはごまだれのやつが一番好きなんですけど、でも明太クリームドレッシングしかなくて、明太クリームドレッシングちょっと辛いんですけど頑張って食べたいと思います。なんか美容系 YouTuber みたいになってるあとはこちらいろはす水以上です。案件に見えますね、確かに。案件じゃないんですけど、案件っぽい。本当はレッスン場がさ、ネバーストップさん短冊ありがとうございます、ありがとう。今日、明日までだっけ、今日までだっけ、7、8、9、10、明日までか。明日はちょっと雫がやばいかも。え、結構雫がやばいか。なんか振りは覚えてるんですけど、立ち位置がちょっとやばくてそうなんですよ。で、まあそれこそ、まあ、せっかくね、こっちに来る機会あって、事務所に来る機会があったからやろうかなって思ってたら、別のレッスンがずっと、もう本当になんかずっと入ってる状態で、私も本当はその K 公演じゃないや、 B 公演終わりに、まあ、そのままお姉ちゃん家に泊まって雫公演をやろうと思ってたんですよ、レッスン上で。そう、でも、もう本当にずっといろんなレッスンが詰まりに詰まって詰まっちゃってて、レッスン上が全く使えないってことだったんで、そんな中でお姉ちゃん家に泊まってなんか何にもしないでいるよりも、まあ普通にお家に帰ってお家で、まあ、
ね、のんびりした方がいいかなと思って、まあ、お家にいたんですけど、まあ、今日ちょっとこの後予定がお仕事があるので今日来てって感じですね。笹波さん、北海道のジョーさん、短冊ありがとうございます。そうなんです。なのでちょっと、まあ、私が雫公演がでもね、自主練は結構後回しにされるから、そうレッスンが優先されるから、雫が決まった時にもうすでに自主練入れててもきっとそこにレッスンが入れられてたから、私は結局自主練ができない、あの場所でね自主練ができない、だから自分でちゃんと頑張って覚えろっていうことですそう、まあでも久しぶり、本当にみんな久しぶり、4ヶ月ぶり、私は雫自体が4ヶ月ぶりで、教科とかこの間聞いて1月とか11月とかに出てたけど、まあ、本当に久しぶりですみたいな話してて、だよねって話してたんで、なんかレッスンってかみんなで合わせる時間入れてくれないのかねってこの間チーム B の時に話してて、その後にスタッフさんにそのレッスン上の空き時間聞いたらもうキツキツで、あ、そりゃレッスンの時間入れれないわと思いましたね。はい、まあ久しぶりですが頑張りたいと思います。サットさん、短冊ありがとうございます。ありがとう。白身フライさん、短冊ありがとうございます。ネイルはねちょっと塗り直しました。あのキラキラがちょっと取れちゃったので、そうなんか所々取れちゃってて、なので全部水色に一旦して、足はまだキラキラのままなんですけど、そう一旦全部水色に塗り直しました。なんか今日お姉さんっぽく見えますね自分で言うな、はい、すいません、すいません。どんちゃんさん、きずなさん、短冊ありがとうございます。そう、こちらはワンピースですよ。かわいいでしょ。あんまり見せないでおこう、お話し会できるかもだからあんまり見せないでおこう、わかんないまだ決めてない、8月の服しか決めてないんですけど、かわいいのこれ結構、まあ、見せなきゃよかった、顔だけにしとこうなんかちょっとやだ、下からアングル、まあ着てもかわいいからいいでしょということで着てもかわいいからいいでしょということで、見ないでください。なんか私はこの服はすごい買いたいって思ってママに、ねこれ可愛くないって言ったんですよ。そしたらって言われて絶対可愛くないよって言われて、その店を後にして歩いてた、ショッピングモールみたいなところだったんで歩いてたんですね。そしたら目の前からこの服に似た服を着た女の子が歩いてきて、そう私はこれ着てない時ね、まだ買ってないから、この服を着と似た服を着た女の子が歩いてきて、ママが「えっさっきの服に似てない？え、可愛いかも」って言い始めてそう、それで結局買ってもらいましたそう、まあ、もちろん試着もして、そう私のサイズに合ってるかっていうのも確認してからなんですけど買ってもらいました。サプライズレバーさん、なんかいっぱい短冊たくさん、めっちゃたくさん今ダダダダダダダって、ありがとうございます、いっぱいありがとう。
ありがとう。トリチューさん短冊ありがとうございます。ありがとう。ドサンリュウさん短冊ありがとう。たまごさん短冊ありがとう。ありがとうございます。今日は今何の話をしようとしたかというと、たん、あ、そうだ、何の話もしようとしてない普通に169日ありがとうございます。腰痛い。なんかさ、ちょっとエアコン寒くてさ、ちょっとだけ緩めてきていい？エアコンちょっと寒すぎるこれを飲みたいっていう気持ちに ならない。寒すぎて。ちょっと待っててね。緩めてくるね。緩める、なんていうの、温めるはしないか入り方をしたらどうなるかなと思って今トントントンってしてみました。さあやママさん短冊ありがとう。ありがとうございます。ただいま、ちょっとだからエアコン止めればいいのかな。普通に結構聞いてます結構聞いてますね。きなちゃんさん短冊ありがとうございます。あ、もうすぐ、あともうちょっとで10万ポイントいく。中心さん短冊ありがとうございます。みんななんか短冊持ってそうな友達連れてきてください。ここは一応3時まで使えますっていう話はされたので、でも3時まで使えますってことは3時には人が来てしまうってことかなと思ったので、3時前には終わります。はい、一応なんか人が配信中に人が来て、あ、すいませんってやるのが一番嫌なのでそう、もう3時にはもうここはいなくな、私はいな、そのこの部屋からあ、今日土用の丑の日ですか、もしかして。そういえば、え、うなぎ、うなぎ食べたい。あれ23日でね、全然違うじゃんうなぎが食べたいからですかって来たから3時にいなくなるのが
うなぎが食べたいからなのかなと思われてるのかなと思って、今日土用の丑の日なのか、まだ23日なの、全然違うじゃないですか恥ずかしい、やばい。今日でも覚えました、23日なんですね。亀さん、明日から春菜おしいさん、短冊ありがとうございます。恥ずかしい恥ずかしい。タロちゃんさん、短冊ありがとうございます。なんか程よい気温っていうか程よい温度になりました。お腹は空いてます。オーテックさん、コロポックルさん、短冊ありがとうございます。お腹は空いてるので終わった後これを食べる。でも結構このドリンクでお腹いっぱい、今だけなんですよね。でもドリンクってすぐお腹からなくなっちゃうから、今だけお腹いっぱい。割り箸論争してもいいですか。あれ、割り箸もらったよね。こういう割り箸ってなんか、こういう割り箸とこう割らなきゃいけない割り箸あると思うんですけど、皆さんはどっちが好きですか。自分で割りたいか、もうこう菜箸みたいな割れてる箸、もう普通に箸ですみたいな箸がいいか。私はこのこっちの方が好きで、そう、え、結構割れてる、割りたいタイプ多いな。でもそうだよね、割らない方が楽ですよね、こっちの方が好きですよね。まあ全然どっちが出てもどっちでもいいんですけど、まあ、どっちかっていうこう来たら、こう2つ並んであったらこっちだなみたいな感じ。でもどっちが環境にいいんだろうっていうのは考えたことがあって、そう、割る方がいい、転がらない、あー確かに転がっちゃうのか。でも転が、あ、そっか、袋に入ってるから転がらないわ今、やべ割らない方、割ったら失敗してトゲみたいなの出ちゃうね。そうだよね、爪楊枝が指に刺さる、確かに。へへへって笑うな、へへへって笑ってる気持ちないんですけどね私もはい、この笑い方が多分すごい賛否を生むんだと思うんですけど、笑い方を指摘されるのはちょっとはい、まあちょっと嫌なのでやめていただけると嬉しいなと思います。はいうん、とっても嫌ですね。悪いやつだと隣の人に肘鉄する可能性が、え、ダメなんですよ。そうやって割るからなんか綺麗に割れないんだって。こうやって割った方が綺麗に割れるらしい。そう、こうやって自分がガーンってなるように割った方が、だからこう割るんじゃなくてこう割った方がいいらしいですよ。そうした方が綺麗な割られ、綺麗に割られるらしい。切り抜きでもへへって、なんで笑い方までさ、そんなとこまで切り抜かれてるんだ。
やだ、なんか絶対その人私のこと嫌いじゃないですか、もう本当に絶対そうじゃん。なんかこの間もなんかタイトルがひどかったみたいな話聞いたし、もう絶対ハルピョンのこと嫌いだよねよく見ているのでは。あ、どうなんですかね。嫌いだったら動画編集すらしないでしょ。え、嫌いだからこの人をもうこの地の底まで落とし入れてやろうって思ってされてるかもしれないし、わからないですよ。私はそうやって考えちゃう人間なんですよ。だから本当にこれはやめた方がいいっていうのは思ってるんですけど、このなんかすごいネガティブな感情はい、すごいやめた方がいいって、もっとなんかそのポジティブに生きた方がいいっていうのは分かってるんですけど、そう辛いですね。これ自分がもう自分がこうであることが本当に辛いです。はい超ネガティブだよね、この世のこの地の葉なんて言ったっけ私今忘れたけど、ジョシュアさん短冊ありがとうございます。でもなんか意識してやるものじゃないじゃないですか、こういうのって。そうだからなんか意識してなんて言うんですか、変えれることなら変えますけど、笑い方なんて変えれるものじゃないし、まあ変わったよっては言われるんですけど、でもそれも意識して変わったわけじゃないから、そう勝手に変わっちゃっただけなので、ちょっと私も何も言えないんですけど、まあ嫌いなら、笑い方が嫌いなら見ないでくださいっていう気持ちですね。そのさん、中心さん短冊ありがとうございます。しんさん短冊ありがとうございます。そう変えられないこの前いっちゃん系の B リアタイできなかったので録画で見ます。ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。ちゃんとバット作って野球して偉い偉い。みんなもぜひ見てください。桃蔵さん短冊ありがとうございます。ぜひ、まだ多分 YouTube は公開されてないんですけど、早く見たい人は KNB さんのお問い合わせのページにぜひ早く載せてくださいってやると早く載るかもしれません。毎回乗ると思ったら大間違いですからね。需要がなくなったら乗らないのではい、みんな待ってるだけじゃダメなんだよ、需要がなくなったら乗らないんだからね。やばいやばい
ケイスーさん、短冊ありがとうございます。ときめきコバピョンさん、短冊ありがとうございます。笹爺さん、短冊ありがとうございます。竹蔵さん、平賀源内さん、短冊ありがとうございます。ありがとう。たまにわーって文句言うのも好きです。だってじゃあ今日は何に文句言おうかな何にも文句はありません今日は。レッスン場が空いてないことについてまあそれは私が予約してないからしょうがないんですけど、それはもう私が悪い、うん、それはまあ私が悪い。私が動画で覚えればいい話。ではないかな、そこまで。うん、まあ自主練はまあ基本後回しですよね。自主練なんで普通に先生を呼んだレッスンとかの方がやっぱ先生の都合とかもあるし、基本的にはそちらが優先。そりゃそうですよね、うん、メンバー一人対先生と何人ものメンバーってなると、そりゃそう。まあそれはそう。だから会議が優先されるか、そのプレゼンの練習を会議室でしたいんですって言って、その自主練が優先されるかっていう問題じゃない？多分職場で言うとそういうことですよ。会議室を使うにおいて。それはもちろん会議が優先されるじゃないですか。どれだけ先にその会議のプレゼンの練習、プレゼンの練習をしたいんですってなっても、それは当たり前のように会議が優先されて、ちょっと自主練別のとこでやってってなるじゃん。そういうことですよ。だから別に何も誰も何も悪くない普通のこと、頑張ってハーピョンが覚えるしかない、強がりに気づくのだろう。
すごい、なんかいっぱい人が来てる。いっぱい人が来てるとか言って、すいません。ありがとうございます。こんにちは。キティちゃん、キティちゃん、私はハネピンは基本キティちゃん、マイメロちゃん、バツマルくん、ミッフィーちゃんをぐるりぐるり回してるんですけど、そうずっと持ってるんですよ。だからでもね、前になんか使えないんです。なんか前にそのいただいた可愛いハネピン、イーブイのハネピンとシナモンのキラキラのハネピンがあるんですけど、その2つは可愛くて使えない。そう、使いたいけど可愛くて使えない。あ、待って、10万ポイント達成してる、見えるかな、ほら、ありがとう。あと半分弱、12万いってる。ありがとうございます。今日はあと10分15分ほどで終わっちゃうんですけど、夜できるかな、できなそうな、いや、わかんないんだよね、それがどんな感じかっていう、うん、うさ耳のアバターってどれだろう、どのアバターだろう。うそ803、犬井さん、短冊ありがとうございます。どのアバターだろう。昨日ホークス惜しかったな、うん、なんかいいとこまで行ったんですけどね、本当にあそこで、いや、まあ今みーさんがもうちょっといい、まあそれか、柳町くんかな、悔しいですね。右の袖のボタン外れてます、多分左も外れてます。どっちも外れてますよ。はい、すいません。どっちも外れてます、外してるというか、このつけるのがめんどくさい。すいません。壇上の1位と2位の方、あー、このアバターか。これはね、なんか1周年記念の時とかに作っていただいたしゃっくりアバターなんですけど、ちょっとしゃっくり止めます。すいません、橋本春奈流のしゃっくりの止め方は
水とか、まあ、何でもいいんで飲み物をめっちゃ一気に飲むことです。はい、そしたら止めることができます。しゃっくりっていうのは横隔膜の痙攣なので、その横隔膜をなんていうんですか、痙攣させるのを止めればいい話じゃないですか。なのでそれが止まるようにもう水など飲み物を一気飲みすることで、しゃっくりは止めることができます。はい、ちょっとなんかお隣の多分会議室さんが使われるのでちょっと小さめの声で喋るようにしますね。この後あと10分ぐらい。この前のライブ楽しかったです。なんだろう、アイオンフェスかな、どれだろう、ライブ、この前のライブどれだろう。多分公演は公演だからライブはアイオンフェスかな。なんだろう、どれだろう、わからない。ありがとうとりあえずありがとう。まつげは何もしてないよ。今日もビューラーは何もしてません。でももう3週間目ぐらいかな、これが今日だいたい。前回行ったのが3週間経ってるので、もうそろ1週間落ちてくるかな。別案件のメイクさんじゃないことを祈ります。ちょっと早めに終わろうかな可能なら私の前髪で、なんかそう、この間劇場の時になんかちょっと気になることがあって、でもそれがもう自分がシンポジでそうあれだったので急いでたからバタバタで、前髪のここがねちょっと開いちゃってて切っていただけなかったので、ちょっと早めに終わっていいですか前髪論争いけるかな。ちょっと一瞬覗きます。私たちの今日の案件のメイクさんかは分からない。頼む、うちらの案件であってちょっと、いや、あのメイクさん同士で喋ってらっしゃったからちょっと聞けない。来られたので多分いろんなメイク道具の準備とかもあると思うので、もうちょっとしてから。
単品。今日のお仕事は何するかまだ聞いてなくて。そうなんですよ。そう、何にも、でも何するんだろう。本当にわからないんですけど。え、どうしよう。なんか公開、体重公開とかだったら、YouTube みたいな。え、どうしよう。待って、ご飯食べるか悩む。でもなんか、まあちょっとあとはまあ秘密で、あとはまあ秘密で、内緒で。TK さん、短冊ありがとうございます。それではあと3分しゃべります。メイクはこの後。ふざけてるって言われそう。はい、ふざけてます。でも楽しみ、楽しみ。おすすめのドラマ、オールドルーキーしか今見てなくて。アベマになるんですけど、アニマルズっていう、なんかとある AD さんが、その本当にもうメイクなんてみたいな、そういうメイクなんてしないよみたいな AD さんが、なんかとある人との出会いをきっかけに自分が変わっていくみたいな話なんですけど、それはすごい今面白いなって思って見てます。アベマのあれなんで、すいません。見ないよっていう人は、なんか地上波で教えてくれよって言われたら申し訳ないんですけど、はい。それではちょうどなんか良さげな時間なので終わります。3時まで使える場所を15分残しで消えます。私はドローンしますね。それではいきます。1位サプライズレバーさん、ありがとう。2位レバーストッパーと、大地に根を張ってマスカラに聞こえてた私ということだ。大地に根を張ってマスカラ、ありがとう。3位コロポックルさん、ありがとう。4位菊池直久さん、ありがとう。5位さざなみさん、ありがとう。6位中心あと、長野セリカ神吉さん、ありがとう。7位明日から春直しさん、ありがとう。8位卵あと、もう少しで春ぴょん成分が干からびそうでした、やばいやばい。9位白身フライさん、ありがとう。10位超大盛りうなとり丼さん、ありがとう。11位あわれアットぴょんちゃんしかさん、ありがとう。12位ジョシュアさん、ありがとう。13位タロちゃんさん、ありがとう。そして本日のラッキーと88位はエンゼルンさんです、ありがとうございます。ということで本日は皆さんありがとうございました。また夜できたら嬉しいねっていう感じで、できなくても怒らないでください。それではできなかったらできなかったで許してください。それでは皆さん本日はありがとうございました。今日ピョンムービー多分載せれると思うので、また見てください。それではおやすみだ、おやすみじゃないか、バイバーイ。ありがとう、急に配信してみてくれて、バイバーイ。